第一巡選択希望選手、オリックス西浜。群馬ダイヤモンドペガサスから西浜雄星選手がオリックスバファローズ育成1位指名を受けました。今週は指名された時の様子、直後の記者会見、そして西浜選手のインタビューなどたっぷりお届けします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に、今日もスタートです。あれ、オリックス育成1位で指名してもらいました。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りします。第一巡選択希望選手、オリックス西浜。群馬ダイヤモンドペガサス球団の西浜雄星君が今年入団2年目なんですけれども、めでたくオリックスバファローズに育成の1位で指名を受けることができました。とにかく、一人でも、NPB に行ってもらいたいというところの願いもありましたし、昨年早水が、久しぶりに入団をしてくれたというところで、この流れを、なんとか切らさずに、続けてい、くということを、ちょっと意識しながら、僕の方も頑張ってやってたんですけれども、一番頑張ったのは本当に、西山本人 でその部分が評価をしていただいて、オリックスの方から指名をいただいたということは非常に嬉しいと思いますし、もちろん勝負はこれからになりますので、今日はですね、多分本人もほっとしてるでしょうし、嬉しいというところもあるでしょうけれども、もう次の目標に向けて、しっかりと、ね、準備をしていただきたいなというふうに思いますし、昨年もちょっと多分言ったかもしれないんですけれども、支配下であるあったとしても、育成であったとしても、入り口の部分は違いますけれども、入ってからは勝負になりますので、ここからの頑張り次第では、いくらでも、そうですね、プロの世界で稼いでいくこともできますし、評価をもっともっと取ることもできると思いますので、とにかく今日はですね、一日ほっとした形でいいと思いますけれども、また明日からですね、気を引き締め直してもらいながら、頑張ってやってもらいたいなと、でもとにかく本当に良かったなと、非常に西山おめでとうっていう感じですね。はい、今の気持ちとしてはやっぱり正直自分が本当に呼ばれるとは思ってなくて、その中でもオリックスさんが指名していただき、本当に今は素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。牧野さんの先ほどおっしゃる通り、まず今日は今この嬉しい気持ちですが、また明日から来年の自主トレに向けて、またもっともっと練習して今まだ育成1位ということなので、試合下に上がってまたチームの戦力になれるような選手になりたいと思ってます。それでは牧野監督にお話を伺います。西浜選手がオリックスバファローズ育成1位指名となりました。どのように見守っていらっしゃいましたか？いや、そうですね、今年本当に良かったですし、シーズン終了から、その後以降っていうのがかなり良くなってて、スカウトの皆さんの評価も上がってたので、いけるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、でも本当に最後の最後まで、やっぱりね、名前を呼ばれるまではわからないから、その辺はね、ちょっと不安な部分もあったんですけども、でも今年多分本人自体もですね、ある程度こうやりきれたっていうところもあると思うので、そういう意味では本当に最終的に指名をね、受けてよかったなというふうに思いますね。早水選手に引き続き2年連続の指名となりまして、牧野監督になってから連続というところですが、その辺はいかがお感じですか？ありがとうございます。褒めてくれたんですか？はい、でもそうですね、せっかくこうやっていい流れができているというところは、やっぱり切らさずにね、続けていければいいんじゃないかなと思いますし、
やっぱりそうやって、なんですかね、スカウトの皆さんにもね、やっぱこう見てもらうというか注目してもらうということを続けていけれるようにね、やっぱチームとしても、努力はし続けるべきだと思うので、そういう意味ではこの2年連続の指名というのは大きいと思いますし、まあ、オリックスということでね、今2年連続で、ね、パ・リーグ制覇して、まあ、今度日本シリーズありますけど、でまあ、あと何より自分の古巣というかね、僕の生え抜き球団なんで、まあ、そこにこう西山、教え子の西山がいてくれるっていうのはすごく嬉しいですね、先ほど古巣とおっしゃってましたけども、先輩として西山選手、今後どんなピッチャーになってもらいたいですか？そうですね、本当に今でもだいぶね、指にかかった時ってのはすごくいいまっすぐ投げますし、まあ、本人も言ってましたけど、基本はまずね、質のいいスピンの効いたスピードの乗ったいいストレートが投げれるので、それをもうちょっとね、精度をどんどん上げていきながら、であと他のね球種も、まあ、もっと精度を上げなきゃいけないと思うので、ただやっぱり持ってるものは非常にいいですし、まあ、向上心もあるので、あとはまあね、本当の NPB の環境に入って、切磋琢磨すれば、多分もう僕の中では多分160キロぐらいは投げれるんじゃないかなと思ってるんで、今特にオリックスというのはね、若い選手よく出てきてますし、速いボール投げるピッチャーもねよく育ってるので、まあ、そういう意味ではすごく期待持てるなと、そういうふうに思ってます。夫のお姉さんが引っ越しをした。いらっしゃい。このソファーも山田で？そう、家電買い替えたから一緒にね。姉ちゃんの昼寝用だな。素敵ですね。こう見えて私料理好きなの。好きと上手は違うけどな。山田は家電を中心に家具、インテリアも。あんなんだけど、これからもよろしくお願いします。暮らしを幸せにする全部山田。私たちホンダカーズ群馬は県内18店舗のネットワーク。お客様の満足と笑顔のために誠意と情熱を持って取り組んでいます。安心のその先へ、お近くのホンダカーズ群馬へ。ショーストッパーが入るぞ。スリーマンのタップか。ただブルーチームの火力が止まりません。トップレーンで戦闘が起きています。そしてトップレーンいきなり戦闘が起きている。さあどちらが総理大臣イグライト。これはぴったりなファーストカット。西山選手、オリックスバファローズ育成1位指名おめでとうございます。ありがとうございます。まずは率直に今のお気持ち聞かせてください。今やっぱりとても嬉しく思ってますが、また明日から頑張っていこうと思います。
オリックスバファローズについての印象、どんな印象をお持ちですか？印象はやっぱり一番ピッチャーの方々が特にすごいレベルが高く、やっぱ自分も早く同じレベルで戦ってまたそれを超えていけたらなと思います。まずは同じようなレベル、まっすぐで同じようにレベルになって、でまたそこから自分の持ち味であるストレートをもっともっと磨いて、そのセットアッパーだったりそういう風に投げたいと思ってます。まず目指すべきところは支配下というところかと思うんですけれども、支配下になるために今後具体的にどんなところを頑張っていきたいと感じていますか？まずは もっとまっすぐをまず磨くことと、まずコントロールと変化球、まずそこを来年合流するまでに自分で練習していけたらなと思います。指名されてから来年のこうキャンプまで時間ありますけれども、どんな風な過ごし方をしていこうと思ってますか？そうです、やっぱり練習しながら、まあ、免許取ってないので教習行きながら練習して、まあそうですね、その体力についていけないとかそういうことがないようにしていきたいと思います。プロ野球選手になってこう年俸入ってきて、でさらにこう支配下になって年俸上がったら乗ってみたい車ありますか？車ですか？安全な車がいいです。やっぱ自転車でとかでも結構事故ってしまうので、やっぱり壊れない、まあ、壊れざる車に乗りたいと思います。今後に向けての意気込み聞かせてください。やっぱ今後はまずこう指名していただいて、まずそうなんだろう、オリックスさんにその感謝の気持ちを持って、自分もまあチームに貢献できるようになっていきたいと思います。YouTube ペガサスチャンネルで公開している DJ ケチャップと素敵な仲間たち。この番組の魅力は何と言っても人。群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー。笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち、群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました。私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。今週もいかがだったでしょうか？来週はロッカールーム特別編、西浜雄星選手ロングインタビューをお届けします。西浜選手の試合の様子は群馬ダイヤモンドペガサス公式 YouTube チャンネル、ペガサスチャンネルでご覧いただけます。ぜひアーカイブご覧ください。それでは来週もまた見てね。まず2年間ありがとうございました。本当にいつも応援してくださって、チームももちろん自分も本当に力をもらえたので、今度は自分がその群馬の方々にいい報告できるように頑張っていきたいと思います。頑張ります。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。